られる皆さんがどう考えておられるかどうかというのはちょっとよく分かりませんけれども、私が無即興音楽という時にはそれは明確にある歴史的な始まりを持っております。1959年オーネット・コールマンがジャズ来たるべきものというアルバムを発売した時であります。それでそれを始まりと呼ぶ時には一つの対比を念頭に置いています。1952年のジョン・ケージ4分33秒です。即興必然性の導入と考えた時にはプリペアドピアノに代表されるようなケージの40年代の仕事が重要になってきてですね、その極点が4分33秒ということになるんでしょうけれども、私はとりあえずいわゆる現代音楽の歴史と重なってこの4分33秒という作品ならざる作品を頂点とする流れを即興音楽の範疇には入れていません。入れる気にどうも慣れないです。偶然性を解放する音楽というところでは同じように思えるそのフリージャズと現代音楽のチャンスオペレーションは一つの点で大きく異なっています。それは偶然性を取り入れようとする現代音楽にはあくまで作家、作曲家と作品が存在するのに対し、フリージャズの方にはそれがいない、パフォーマーしかいないということです。コールマンのジャズ来たるべきものが、今日の目から見てと言いますか、今日の耳で聞いてですね、それほどフリーには聞こえないものであったとしても、つまり4分33秒の方がよほど過激であると思えたとしても、この違いはやはり大きいんではないでしょうか。そのジャズ来たるべきものというアルバムでコールマンはかなりの程度実は作曲をしています。それでもジャズ来たるべきものは大きな始まりと言えるようなものを実際に隠することになりました。小説構成を無視するというたったそれだけのことによってです。それがいかに大きなことであったかは、コールマンの2年後のアルバム「フリージャズ」というアルバムを聴けばよくわかります。59年に一旦無視された小説構成はたった2年間でこのフリージャズのように完全な混沌のように聞こえるアンサンブルまで到達したわけです。小説構成を外形的な基本定型ルールよりは、パフォーマーの感性に合わせて自由にしようではないかというたったそれだけのアイデアは、ほとんどあっという間に、音楽に関する全てのルールを無視する、これぞまさしくザ・即興音楽と思えるような即興音楽に到達しました。では一体何が解放されたのか。小説構成に関する基本ルールを壊すとは、何を壊すことであったのか。先日見れば時間なんではないでしょうか。小説は、時間芸術といわれる音楽の基本的な時間単位を定めます。時計の1時間に相当するようなものとして1小節を定める。それが自由であってよいというのですから、コールマンは時間の設計者、統制者を音楽から追い出す試みを始めてしまったことになります。4分33秒の方は言ってみれば4分33秒という枠を課すことによってそこだけは手放さなかった。手放さないことにより4分33秒はジョン・ケージの作品となることができたけれども、フリージャズの方はアルバムのクレジットがオーネット・コールマンとなっていることでかろうじてオーネット・コールマンの作品と呼べるに過ぎず、音に関しては彼は1メンバー1人のパフォーマーに過ぎません。同じようなことはダンスについても言えるはずです。とりあえず動作を何か繰り返していれば、あの人は踊っているなと私たちは思うことができます。動作の反復が、音楽で言えば小説構成に相当する、表現の基礎的単位を作ってくれる、一つの持続した時間が流れていると思わせてくれる。それがなければいわゆる振り付けはほとんど覚えられないはずです。繰り返しを排除する表現は、現代音楽でも無調整音楽として追求されてきましたけれども、ご承知の通りそこには譜面が存在しています。演者は覚える必要がない。小説構成が崩れるということは、いわば何が反復されているのかつかめなくなるということであり、それがつかめなければ時間を計るということができなくなります。
だから記憶による再現が極めて困難になるわけです。記憶する際に必要な座標軸が与えられないわけですから。そういう時間の言ってみればゼロ地点から音楽や踊りを組み直すこと、組み立て直すことを即興は強いるのではないでしょうか。それを強いる表現が即興パフォーマンスではないのでありましょうか。まあ、私としてはごくシンプルにそういうふうに考えています、まあ、けれどもオーネット・コールマンはなぜそういうことを思いついたんでしょうか。音楽史的にはある時ベートーベンという人が出現したのと同じようにコールマンというおかしな人が出現した、天才的な人が出現したというふうに言っておけばよいのかもしれませんけれども、50年代の末にフリージャズが出現したことは、まあ、単なる音楽的な偶然ではないはずです。もはや常識の部類に属すと言ってよいかと思いますが、アメリカにおける公民権運動の高まりとフリージャズ運動の間には密接な関係があります。ミュージシャンたちはコード進行からの解放を黒人の人種的解放と自覚的に結びつけて考えていた。しかしちょっと考えてみれば、抑圧された人種や民族の解放という政治的な課題は通常は文化に関してはむしろ伝統の再発見に結びつきます。実際そういう側面を黒人解放運動が持っていたことは周知の事実です。マルコム X という人は黒人にアフリカへの帰還を呼びかけた。ところがフリージャズ運動はジャズの中にですね、確かにアフリカ的な要素を導入する試みを内部で持ってはいたものの、あくまでフリーなジャズです。伝統音楽ではない。アートアンサンブルオブシカゴというバンドがありますが、それをアフリカ人が聴いても自分たちの音楽とは思わないでしょう。サンラーにしてもそうでしょう。フリージャズ運動を公民権運動によって説明することは背景説明以上の域を出ません。社会史的に間違ってはいないけれども、音楽的には大して意味がない。公民権運動の音楽といえば何より、We Shall Overcome という、歌であるわけですから。では、どういう音楽的な関係をフリージャズと公民権運動の間に認めればいいのか。私としてはそれをフリージャズの時間性に見出しております。ゼロから時間を組み立て直すとは実のところ、非常に社会的な経験です。日常生活の中では個人はそんなことは思いつきもしない、まさに想定外の事柄です。しかし生活の中で音楽における小説構成に相当するものが崩れるときは時々あります。個人にとっては大事故や肉親を亡くしたときなどがそうでしょう。そのとき私たちはいわば時間の超都合が外れる経験をします。シェイクスピアがハムレットに言わせている Time is out of joint という経験です。前後の流れから切断されて進行しているのかいないのかわからない、過去も未来も現在もない、そんな時間を私たちは個人史において体験することが確かにままあります。しかしそれはやがてまさに個人的に乗り越えられていく。私たちはそういう時を出してやがて日常生活に帰っていくと。同じ Time is out of joint という経験を人間はけれども社会的にも経験することがあるはずです。まさに 3月11日以降の時代という今の日本の日本において、私たちはひょっとするとそういう経験をしているのかもしれません。けれども歴史を振り返ってみれば、個人ではなく社会が主体となるそうした経験にははっきりとした一つの名前が与えられています。革命です。災害ではなく革命。では革命とはどういう時間経験でしょうか。一つの時代が終わり別の時代が始まる時です。もともとは天体の運行を表す言葉でありました。星がぐるっと回ってまた元の場所に戻ってくる運動、一つの円が閉じられるのがレボリューションという運動であります。しかし時間は春夏秋冬のように循環するだけではなく前へ進むんだという観念があるところでは、始まりの点と終わりの点が一致する箇所は時代をドラスティックに変化させる特権的な時です。円環を閉じる代わりに前の線の終点と次の線の始点を兼ね備えた点になる。災害は大抵の場合
円の時間の中の切れ目として体験されますが、革命はあくまで直線。